花の刑事雲の彼方に。天正17年6月16日、本間8000の軍団は刑事とその一党の手によって壊滅した。本間高持は妻子と共に出羽に逃れんとして船を出したが、逆風に妨げられ新潟に漂着し、捕らえられて佐渡に送り返され、妻子もろともに貼り付けにかけられることになった。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。捨て丸と岩兵衛は戦慄した。二人がその気配にも気づかず、こんな近くまで人を近づけたのは初めてだった。島へ来ていたのか、骨。お久しぶりで。これでいつも通りサードは安泰だっちゃ。なあ様の助。まあ高持ちには悪いが、我ら本間一族の存続のためにも死んでもらおう。やねえ。馬上より失礼いたす。影勝様が下級様の助殿にお目にかかりたいとの仰せでござる。何？影勝様が？うう、やっと来たか。どれ、いよいよこのわしに佐渡が任される時が来たようじゃな。な、さまぬすけ、お前だけ呼ばれるとはどういうことじゃ。ああ、おいこら、これからは口の利き方に気をつけろよ。わしは佐渡の殿様になるかもしれん男だっちゃよ。上杉本陣。上杉の旧陣派として軍功を挙げたわしが佐渡が任されることはまず間違いない。うっと、サマノスケ。本日そなたを呼んだのは他でもない、実は城攻めに助成してくれたそなたに褒美を使わそうと思っての。やったいやいや、滅相もございません。拙者はただただ殿への忠義に勤しんだまでのこと。褒美などもったいない。ならばいらぬと申すか。いえ、せっかく殿がくださるというもの、遠慮しては罰が当たりましょう。慎んで頂戴いたします。いや、それにしてもこの度の大勝利、まっこと嬉しいございますな。なんといっても囚人どもを火に使った策が良かった。囚人の兵ならば死んでも少しも惜しくはありませんからな。しかも年老いた百姓の兵までかき集めてしまうとは、もう見事としか言いようがない。おかげで家臣の犠牲が少なくて何よりですわい。しかし影勝様も人が悪い。初めからそうしていただければわしもこんなに苦労せんで済みましたわい。この数珠は囚人の兵の一人、坂東と申す男より預かったものだ。そしてその坂東はこの戦で死んだ。しかも坂東の兄もこのわしを暗殺者の魔手から守るべくその教団に倒れた。金粒殿を暗殺しようなどという不届き者がこの佐渡におりましたか。おった、こ
ここにな。このゲスが。何のことだか、わしにはさっぱり。とぼけるな。わからず。金継ぐは憤怒していた。男の生き死にの場である合戦を道化じみた芝居で苔にした様之助に対して、そして何より影勝や自分たちをこんな窮地に追い込んだ本間一族が許せなかった。姫、姫、そこまでだ金継ぐ。殴るだけ己の手が汚れるだけだ。それは一体どういう意味でしょう。汚れた芝居も大概にいたせ。お主ら一族の後ろ盾であったアシナは5日も前に滅びたぞ。奥州の独眼流の手によってな。伊達政宗、奥州にその人ありと謳われた戦国時代の英雄の一人である。芦名盛高が本間高持の援軍に駆けつけられなかったのは、この弱冠23歳の政宗に攻め滅ぼされていたためであり、そしてこれがまさに独眼流政宗の華々しい歴史へのデビューの時であった。50段、なぜそんなことがそこにいてわかります。上杉に軒猿と申すラッパ衆がいるのを忘れたか。よいか様之助、貴様への褒美は領地没収の上越後への追放だ。遠慮なく受け取るがいい。そんな様之助はこの時初めて自分たちの愚かさに気づいた。甘く見ていたはずの上杉景勝はこの佐渡平定に本気だったのだ。何もあんな年派の床の5つの子供まで刑に処さなくとも。仕方あるまい。高持ちに近い一族どもに二度と同じ過ちを犯させぬための見せしめだ。それに一番辛いのはこうせざるを得なかった景勝殿たちの方さ。刑事は処刑を見せ物のように見る悪趣味はない。ただ戦った相手への礼儀からその最後の様を見届けに来ただけだった。しかし答えますね。ああいうのは別して子供がいけませんや。お主のセリフとは思えんな。いいえね、実は私も張り付け柱に上がったことがあるんですよ。子供の頃にね、最も助かりましたがね。だがあの柱に上がると本当に遠くまで見えるんです。その景色が妙に透き通って見えましてね。高いというんでしょうかね、もう自分とは何の関わりもない澄んだ美しい世界に見えるんです。音がね、聞こえるんです。キーンというような高い音がずっと聞こえているんです。そしてその音が絶えるとき死ぬんだなぁと子供ながらに思ったことがあります。バカな男だ。あいつさえ自決していれば妻子は助かっただろうに。高持は妻とこの苦悶の様を嫌というほど味わわされた挙句処刑されるのだった。男が死すべき場所を誤るは哀れなものよ。ほどなくして上杉景勝は本間一族を一人残らず越後へ移した。そしてこの加冠非常な処置によってついに佐渡一国は完全に平定されたのである。佐渡上杉本陣前衛。刑事は一抹の不安を感じていた。上杉景勝と直江兼続に対してである。本間一族の残党が非常なる処置に復讐を決意しても無理ではない。
そして復讐の手段は暗殺以外はない。合戦で勝つことは不可能でも暗殺は必ずしも不可能ではない。どんな厳重な警備も少数の人間の侵入を完全に阻むことはできないのだ。佐渡、西の河原。一重積んでは父のため、二重積んでは母のため、西を向いては父恋し、東を向いては母恋し、恋し恋しと泣く声が緑の涙の絶えもなし。悲しい歌だな。へい、幼くして死んだ子供たちは地獄へも極楽へも行けぬ身で、ただ石を積む区域に明け暮れるんです。ここがその子供たちの行き着く場所、シャバとメイドの境川にある西の河原なんですよ。お前は誰のために石を積んでるんだ。今日貼り付けにされたまだ5つだった高持ちの子のためです。の忍びのお前がそんな気になるのかね。今日はそんなところを旦那にゆっくりと聞いてもらおうと思いましてね。それにはこんな場所がちょうどいい、そう思ってここへお連れしました。どうです、今夜はここで飲み明かすってのは。ああ、いいよ。おい、迫る、どうしたんだ。どうしたもこうしたもあるか。あの骨ってのは化け物なんだ。考えてもみろ、俺たちはあいつが現れたことにすら気づかなかったんだぞ。それに奴は人を殺すために生まれてきたような奴なんだ。奴に狙われて生き延びた奴など一人もいないんだ。奴は一体何のために旦那をここに。何、そうは言っても奴も人間だ。隙を見て心の中を読んでやるさ。実を申せば、私が張り付け柱に登ったのもやはり5つの時でした。もっとも私は串刺しにされる寸前に助かりましたがね。助けてくれたのは親父が雇った忍びでした。しかし助かってみれば父はすでになく天涯孤独だから、私はそのまま忍びになったんです。そうか、それで一言だとは思えず石を積んだのか。私にはあの子を救えなかったゆえ。さあさあ、もう一杯。どうした、岩部。まさか、こんなはずは。見えぬ、あやつの心が見えんのじゃ。見たいかね、わしの心を。なんだ、この音は。波の音か。いや、違う、これは鳴き声。
子供の泣き声じゃ。やめろ、やめてくれ。今め、この野郎、岩兵衛に何をした？おやつが聞いたのはわしの心の中の祭の河原でなく子供たちの声。それを聞いてはそやつの両耳はもう使い物にはなるまい。な、この化け物め。これはしびれ薬かね、それとも死ぬ毒か。さて、骨、貴様、忍びが己の素性を語るのは死人に対してだけだろう。私をお切りになりますか。だ、旦那。俺は一度信じた男は切らぬ。疑って安全を保つより信じて裏切られた方が良い。刑事は信じてはいけないものを心底信じてしまう。それが忍びを感動させるのも事実である。そしてそれこそ常時危険に身をさらしていることを生きがいとする歌舞伎者の生き様であった。骨、お前、忍びが己の素性を語るのは心底惚れたお方に対してだけですよ。たとえこれが毒でも骨は飲んだろう。骨にとって刑事のすっぱだかの信頼に応える道はこれしかなかった。それに刑事は切ろうと思えばいつでも骨を切れた。それを一番よく知っているのは骨自身であった。なぜ俺をこんなところへ連れてきた。影勝様のお命を頂戴いたすためです。攻撃は虎の一点、20人の忍びの手によって行われます。だが旦那がいては不可能だ。だから眠り薬を仕込ませていただきました。本間一族に頼まれたのか。いいえ、関白様です。何、なぜだ。もちろん、直江兼継様欲しさの一念です。今回の佐渡の反乱の首謀者本間隆持を裏で操っていたのは秀吉であった。秀吉は佐渡平定が長引けばその責任を口実に景勝から兼継を取り上げるつもりだったのだ。しかしその罠は刑事の出現によって打破された。そこで秀吉は直接景勝の暗殺に踏み切ったのである。気に入らぬ小細工だ。旦那、そんな体でどこへ。景勝そのが死ねば兼継も死ぬ。秀吉には分からぬのか、男の心が。刺客は一人残らず俺が斬る。こんな漆黒の闇に、しかも反動は石ころだらけ。帰るのは不可能ですよ。刀を。松風が心得ているさ。あっきら説だな。まるで漆黒の闇の中を駆け返るとは骨にも思いもよらぬことであった。そしてその闇の中を恐れげもなく進む刑事の姿に骨は刺客たちの確実な死を直感した。